皆さんはたこ焼きは好きですか？ジン君は焦げ焦げのたこ焼きは苦手です。みんなはたこ焼き好き？好きだよって方は高評価。そんなに好きじゃないかもって方も高評価で教えて。こんにちは、ジンザベスです。ということで今回なんですけども、今回は私ついにかくれんぼモードで全種類を集める決意をしました。動画の最後には最強の隠れ場所やチート級のあの技も紹介しておりますので、皆さん最後までご視聴ください。ということで今回は全種類集めていきたいと思います。それではやっていきましょう。さあ、ということでやってきました。私のまず最初の冷蔵庫の方を発表します。前回の動画でポテトチップス、たこ焼き、メロンパンの方をねゲットしました。まだ動画見てないよって人がいましたら、概要欄から前回前々回の動画ご覧できますので、もしよかったら見てください。じゃあ早速ね、ちょっとこちらのフランスパンを使って、かくれんぼに潜入していきたいと思います。ジンザベス、今のポイントは483ポイントですね。もうすぐでこちらで500ポイントの食べ物がゲットできちゃいます。さあ頑張っていきましょうか。さあ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 、やってきました。こちらフランスパンです。こんにちは、フランスパンです。あいた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 、待って待って待って、すごいラブってる、ラブってる、すごいラブってる。いや、最強場所はね、ここですね。ここが最強場所です。ネギで来るとここがねめちゃくちゃ隙間、今フランスパンだとね入れないんですけど、ここが最強場所です。皆さんよかったら試してみてください。今回はね、いろんなところで隠れてね、どれぐらい見つかりにくいかっていうのもね検証も兼ねてやっていきたいと思います。ここ最強じゃない？ちょっと、え、待って、ここ最強だ。え、すごい、ティッシュの裏にこんにちはしてる。やばいやばいやばい、めっちゃ最強じゃん。あいた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 、こんにちはしてる。あ、危ない危ない。よしよし、ちょっと移動しよう。待って、挟まっちゃうから移動しよう。待って、リンゴさん、リンゴさんいる。どうして、リンゴさんごめんね、リンゴさん、リンゴさんごめんね、リンゴさん、ありがとう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 。残り3秒で解放だ。やばい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 、ちょっと待って。さあさあさあ、お持ち帰り30円引きお持ち帰りの上に乗って、最強隠れ場所トップ2ですね。こちらの隠れ場所は超最強ですね。本当はここの柱に登っていきたいんですけど、ちょっとジン君が下手くそすぎて、 いける？いける？あー無理だ。待って。むずいむずいむずい。むずいむずい。ちょっと、おし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 。あーむずい。あ、むずいむずいむずい。あ、やばいむずいむずい。あ、やばいむずい。あ、あ、あ、終わった。あ、終わった。ジン君これ挟む。あ、いける？よかったよかった。あ、終わった。やばい。見つかる見つかる。やばい。あ、あ。あのジン君挟まりました。ジン君挟まりました。やばい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 、こんにちは。やばいやばいやばい、本当にやばい。ちょっともう早く捕まえてほしい。お兄さん、お兄さんはどこかに行ってしまいます。後ろにもいた、お兄さんだ。え、これ最強もしかして。え、自然すぎて見つからない的なやつこれ。やっと鬼来た、鬼来た、やっと。え、救世主の鬼助けてくれるの？ありがとう。え、結局ね、かぼちゃが最強なんですよ。かぼちゃ22ポイントの男、かぼちゃくんです。よろしく。ということで、こちらのかぼちゃを使ってですね、行きたいと思います。かぼちゃには最強場所があって、かぼちゃって大きいから結構安定するの。体重があってね、重さで、重さで結構安定するから、このじゃがいもくんについていきたいと思います。じゃがいもさん大丈夫？じゃがいもくん、かぼちゃだったらこういう感じで安定してね、上に行けちゃうんですね。いけるいける。これもしかしたら横の棚に飛び移れるかも。 いけるかな。よいしょ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 、棚ジャンプで生きるかと思ったら全然いけんかったわ。たまごさん、こんにちは。たまごさん、こんにちは。さあ、上に、定位置に戻りますか。上にね。上に上に。よいしょ、よいしょ。上からね、眺めることによって、いいことがいくつかあって、一つは、鬼の場所が把握しやすい。二つ目は、仲間の位置が見やすい。そして三つ目は、新しい隠れ場所が見つけやすい。この三つを含めて見ると、めちゃくちゃいいポイントなんですね。しかも、まだ全然知ってる人がいないから、捕まえられにくい。ちょっと行くのが難しいけどね。さあ、戦ってますね。たまごさんが追われてるよ、たまごさん。たまごさん大丈夫？上からね、こうやって見て楽しむこともできます。たまごさん、あ、ミカさんが逃げた。ミカさんが逃げた。ミカさんどっか行っちゃった。たまごちゃんが、大丈夫か。さあ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 、たまご同士でね、追ってますね。来てる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 、たまごに、たまご登ってきてるって。たまごはやばいやばい。逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい、来たれ来たれ来たれ、走れ走れ走れ、ジャンプ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 、
逃げろ逃げろ逃げろ、ジャンプジャンプ、早い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 、終わった終わった。さあ残り3秒です。1、よっしゃやったー、500ポイントジンザベスということで、早速ゲットしました。いやいやいや、疲れた、ちょっと結構長かったということで、ネギをね解放していきたいと思います。カモン、ぐいぐい、来た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 、ハロー。ということで1000ポイントまでちょっとね頑張っていきたいと思いますので、皆さん一旦カットで、また来年の自分にお会いしましょう。こんにちは、ジンザベスです。よし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 、やっとね準備が整うことができました。ラスト1試合までめちゃくちゃ頑張りました。ジン君、本当に空いた時間とかにやってたから3日ぐらいかかったかもしれないね。サクッと終わらせてやっていきたいと思います。ネギ500、次1000だね。1000はあと1試合でできるのね。よし、もう一踏ん張り、頑張るぞ。ジンザベス、よっしゃ、こんにちは、ジンザベスです。よしよしよし、ラスト1試合、今ポイント976ポイントなので、ラスト1試合ねサクッと取っちゃってください。さあね、ちなみにネギだったらね最強隠れポイントがいくつかあるんですけど、今回ね最後の試合ということで、それも一緒にご紹介していきたいなというふうに思っております。とりあえず卵に一回ちょっと卵さんと遊ぶか。おい卵さん、卵さん、ちょっと余裕があるからね今。卵さん、どういうこと。こんにちは、ジンザベスです。本日2回目やっていきたいと思います。さあさあ、そうそうそう、ちょっと卵さんにねちょっかい出すのはもうやめましょう。皆さんちょっかい出してはいけませんよ。最強場所はね一応ここにあります。こんなとこネギだったらね、これスポスポスポス入っちゃうから、しかもねサイズ的にちょうどいいんですね。こういう隠れポイントもあります。皆さんよかったら試してみてください。さあ来ました、ラストの隠れポイント一つご紹介していきたいなというふうに思ってます。実はねここ最強ポイントなんです。以前にもね紹介したことあったけど、ネギ持ってなかったからちょっとね皆さんにお伝えすることができませんでした。卵さんいる、卵さんがいる。意外とねこの場所は知ってる方も多いんですけど、逆に考えると鬼が見つけにくい場所なんです。よかったら皆さんも来てみてください。鬼がね少し離れてるからちょっとちょっかいかけたいと思います。ちょっとね鬼がねなんか一人っぽいの、めっちゃかわいそうじゃない。鬼やばい、来た来た来た、来た、終わった終わった。ちょっともう真剣にやりたいと思います。よし頑張りますが、待って、ヤシの実さんが引っかかってない。ヤシの実さん引っかかってんだけど、かわいそう。ちょっとこれ出してあげるか。ヤシの実さん、おいで、ヤシの実さん、オッケー、これでね一件落着。ジンザベス、さあやっと隠れていきたいと思います。ちょっとね本当に申し訳ない。おにぎりさん発見。おにぎりさんのここもしかしたら強いんじゃね。おにぎりさんこんにちは。おにぎりさん何してんの。おにぎりさんやばいことに気づいたかもしれない。ジン君挟まってしまいました。終わった、こんにちは。ちょ、もうこれねこうなったらもう鬼に助けを求めるしかない。おう、失礼、取り乱してしまいました。ということで早速ネギになって、いつもの隠れ場所に隠れていきたいと思います。もうここがね家みたいなもんなの。うん、あー家だ家だ、これもう見つからない気がするわ。家だ家だ。さあということで、残り30秒ぐらいになったら歩いていきたいと思います。よし、あー起きた起きた。さあもう出ようかなということで、早速鬼がいるんですけども、ちょっとね逃げ切りたいと思います。さすがにね30秒もねずっと家にこもってるのは違うかなというふうに思っていまして、よしよしよし、鬼さんがあっちいるのでなんとか終わりそうです。よかった、なんとかねクリアすることができたということで、いや感動するわこれ。めちゃめちゃ頑張ったからね、1009ポイントになりました。卵が解放されます。1009ポイント、拍手。さあ皆さん行きます。かい、卵さん、やばい、本当に感動する。頑張ってきてよかった、皆さんありがとうございます。みんなのねコメント欄とか高評価で勇気をもらって、
ここまで来ることができました。本当に皆さんありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。今日はこれで終わりにします。また次回の動画でお会いしましょう。ジンザベスでした。バイバイ。